今もう実質2年目に突入されてますけど、2年目の目標と、あとなんか将来的にはこういう風になりたいなとかってあったりします？とりあえず張り替えだけで200万っていうのが目標にしてるんですね。去年はちょっとそれに近いの11月にあったんですけど、千綿さんにも言われてるんですけど、2人でやってるので張り替えだけで200万目標にしてやってくれっていうのを達成できてないので、そこを目標にして今ちょっと頑張っていきたいと思ってますね。ありがとうございます。張り替え200万ってまあまあ大変ですよね。大変だと思いますよ、ね。ただ1年経って作業効率がすごく良くなりました。前は実は1週間とか、納期もらってたんですけど、もう網戸は即日か翌日に返してますので、障子に関しても3日、ふすまに関しても3、4日で今返してるので、すごく効率良くなってます。だその分反響があれば売り上げもいいかなと思ってるんですけど。分かりました。まあ、じゃあ作業効率が格段に良くなったので、1日でその作業できる量も増えたし、そういうことですね。まあ、そうすることによって2年目は張り替えの売り上げで200万円を作るというのが一つ目標なんですね。そうですね。これ将来的には具体的にありますか？3年目4年目とか、もう中長期で見ると人を雇用して法人化したいなとか。そこまで欲がないんですよ。うちの家族、うちと嫁だけなので、今とりあえず2人で老後うまく暮らせればなという、そこまでの欲はないので、今年の2月ですかね、1人雇用しようと思って、声かけてみたんですけど、ちょっとホルガエリアがダメだって、ちょっと今考え中ですね。雇用するとその分、その人も面倒見なくちゃいけないですし、責任が大きいので、少しまだちょっと早いかなと。わかります。ありがとうございます。まあ、じゃあゆくゆくは保土ヶ谷エリアの反響も回復してリターンがそこから入ってくるようになれば、従業員さんの雇用は一つ考えていらっしゃるということですね。もちろんそうですね。今宮原さん57歳でいらっしゃるじゃないですか。何歳まで続けようと思ってます？できるまでやろうと思ってますけど体が続く限りは虫歯が持てるまでやります。宮原さんでも若いし、なんかツヤツヤしてるから、もう80ぐらいまでやりそうですねできればいいんですけどねでもまあそのあたりもね、周り見ると結構60超えて70近くまでやられてるオーナーさんも多いですよね。あ、そうですか。70代のオーナーさんもいるんですか？70いるんじゃないですか。高難点の小柳さんももう60超えてらっしゃって、あ、そんなに年いってらっしゃってるんですか？はい。まあ、皆さんでもやっぱ自営ですから、ご自身でご商売されてるので比較的若いですよね年齢と比べるとなんか皆さん若いっすね。そこは大いにあるかもしれませんね。なんかサラリーマン時代と比べてストレスの部分でいうとどうですか？まあでもトラックの運転手さんだとそんなこう人間関係とかっていうのはなさそうですけど、職場で結構あるんですよね。車庫一つ出てしまえば一人親方みたいなもんなんですけど、会社とのストレスが結構ありましたね。今はじゃあそのあたりも全くなく、もうそれはすべて回収されました、はい。ストレスって何かあります？ストレス教えてください。今のストレスですか？ストレスはなかなか家に帰ってないけど、それぐらいですよ。まあでも作業はね、どうしてもね、期日通りに終わらせないといけませんから、この部分でちょっと時間に追われたりとか、はい、まあなかなか家に帰らないなっていうところぐらいですかね。そうですね。ありました。ありがとうございます。この動画はちょうどね、1年迎えられたオーナーさんを中心にこう撮影させていただいてるんですけど、また2年目の時にも、1年から2年経った時にどうでしたかっていう動画も、またゆくゆく1年後撮りたいなと思ってますので、その時はまた宮原さんご出演をいただければなと思っておりますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、開業される方が結構見てらっしゃる方も多いと思うので、なんか開業される方に向けて金沢やってこんな仕事だよっていうのがあれば、ちょっとぜひ最後お願いします。まあどんな仕事なんだろうな。まあとにかく楽しい仕事ですよ。妻とか網戸とか障子とかを張り替えた時にすごく綺麗になる。もちろんそうなんですけど、その時になんかすごくやってよかったなと思いますね。ものすごく綺麗になるので、ただ失敗した時はちょっとイラッとしますけど。やり直ししなきゃいけないですよね。そこからね。達成感ありますよね。何やっても。先ほど宮原さん失敗したらちょっとイラッとするって話ありましたけど、これお客様のお宅でね、ハウスクリーニングだったらエアコンとかを洗浄クリーニングするわけですけど、失敗したらイラッとどころじゃなくて、もうお客さん見てたりするので逆にもうハラハラドキドキですよねあ、そうですね。その状況を考えるとそうかもしれないですね。失敗したとしてもまた綺麗にこうやり直しができるっていうのは、そこもね、金沢の仕事の一ついいところかもしれませんね。そうかもしれないですね。はい、お客さんの家の中だったら、わあやっちまったよなんて多分言えないですから言えないですよねみたいなたまにうちもあるんですよ。運搬中にお客様だけで引っ掛けてしまったりとか、そういう時はもうすいませんって言ってまた持って帰って。持って帰ります。もちろん当然です。はい、分かりました。ありがとうございます。そしたら宮永さん、今日は1時間半ぐらいちょっとお時間いただいてしまいましたけども、長々とお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。また反響のところとかね、担当のスーパーバイザーのところに関しましては、はい、今本部としても手を打っているところでございますので、よろしくお願いします。はい、はい、そこはちょっとご期待ということでお待ちいただければなと思っております。はい、わかりました。皆さん奥様にもぜひともよろしくお伝えください。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。興味のある方はぜひ他の動画もご確認ください。